ちょっと。つまり君は普通のロボットではないと。そうです。私はラインナリシステムロボット。村長さんからの図書館によれば多数の情報が詰め込まれております。なのに自分の名前もわからないのか。ええ、隠されていますが。なるほど。ならばどこで作られたとかは。いや、それの時に記録されていないのでわからないですね。じゃあとりあえず私が君に名前をつけよう。そんなことしないんですか。じゃあカクタスだな。カクタス。そう、カクタス。フレンチカクタスというカクテルがあってね。あれはテキーラとホワイトキュラスを混ぜているんだが、なぜ私がその名前をつけようとしているかわかるかい？記録されていないので分からないです。君のような活発なキャラクター性をとってそう名付けたんだ。まあ、ちょっとテキーラよりも強いかもしれないよ。でもカクタスってサボテンっぽいですよね。ああ、そうだな。なんていうか、サボテンっぽいじゃないか。性格は、まあ、よくわからないんですけど、とりあえずそれで保存しておきますね。後から買って新しい名前を番組保存しておきます。ああ、勝手にしてくれ。あと、このものでは必然的にあなたのためについている形になりますが、大丈夫ですか。ああ、あんまり大丈夫じゃないな。まあ、そう言われても仕方がないので、しばらくよろしくお願いしますよ、チンドニックさん。モスコミュールだ。